レックは1977年に海一に参戦していたコンストラクター。コンストラクターとしての参戦は1977年からだが、1973年にはマーチのシャシーを購入して参戦している。1973年、イギリス人ドライバーデビット・パーレーが自分を走らせるために自らオーナーとなりチームを設立。チーム名は彼の実家である。 冷凍機器メーカーレックの名前に由来する。この年はマーチ731を購入して5000に出場。最高位はイタリア GP での9位に止まる。翌年パーレイが同区名席。その後もパーレイが会議などに活動場を変えたことからレックの名はしばらくの間会位値からなくなっていた。レック CRP1977 年にオリジナルマシン。 レック CRP1 を引っ下げて4年ぶりに、会一に復帰。コンストラクターとしての参戦を開始する。チームは、第5戦よりエントリーしたものの予備予選を突破できず、一戦、欠場後の第7戦ベルギー GP で、決勝レース初出走を果たす。そこから3戦連続で決勝に進出するも、最高位は、ベルギー GP での13位に止まっていた。そんな中、 第10戦イギリス GP の予備予選にてパーレイが生死をさまよう大クラッシュを喫してしまう。このクラッシュが原因でパーレイは会一からの引退を余儀なくされ、チームもそれに伴い消滅した。マイク・アールラ主要メンバーはオニクスを結成し、会二や国際会3000で活躍。1989年から1990年まで会一に参戦した。 ありがとうございます。